これでこの世からいなくなっちゃうのね。お別れですね。バイなら。いや最後の一言それ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことでちょっとマークを見落としとったけん桜台地上まで帰ってきました。ことでこっちやんね。ん？これか。なんこれ。忘れんぼ。ヘラヘラ。ヘラヘラしてんじゃねえよ。自分たちの世界が妖怪のものになるとも知らず、のんきな人間たちだじょう。これからは人間が幸せに暮らすのは無理だじょう。ヘラヘラ。アイナの友達、忘れんぼとも友達。いいことを言うじゃないですか。私たちの手で人間界を守るのです。あ、あの忘れん坊ってあの忘れん坊なん。それは無理だ、女王。お前たちも潰してやる、女王。行きますよ。アイナちゃん。うん。語尾が可愛い。女王。よし。行きますか。無理壁の進化警戒。ゴー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 、行け行け。不落の無理だ、女王。無理じゃない。ヤマタノオロチ。お、一発でやっつけれんのや。まあさすがにそれは無理か。不落の無理だ、ジョー。よし、いけー。激流一戦。いい感じじゃないですか。あ、もういける。イエーイ。でもまあ思ったより全然楽にいけたね。ふう。これで次土手の方か。そんな一体なぜ。しかし無理無理無理。ここで諦めるのは無理だじょ。でも君は、あ、忘れる。何をしていたか忘れる。ここはどこ？俺は何をしてるんだじょ。ここは忘れん坊が守る。かっこいい忘れん坊。アイナちゃん、今のうちに桜を咲かせてしまいましょう。よし。うん。いきなり桜咲いたらびっくりする。え？そいつにか、びっくりした。無理でじょにかけたんかと思った今。え、これで、学校中の木に桜が？なんだ？急に桜が咲いたぞ。異常気象じゃないみたいだね。何が起きてるんだろう。知らねえよ。でも綺麗だな。確実にニュースになるやつ。だね。だねじゃないよ。夏でしょ、今。しかも目の前で急に桜が。桜咲いた。これでここの結界は大丈夫です。急ぎましょう。うん。桜が咲くだけでいいの？綺麗だけども。綺麗だけどもよ。あれ、あの二人はおらんやん。あの妖怪マークは忘れん坊のマークってことよね。で、次はこっちの土手の方に、なんかあの、でっかいだるまがおったけん。あいつ、なんでしょう。この、おたおた。やらせないっす。やらせないっす。この街は俺たちが守るっす。わしゃしゃしゃ。あがきおるな、お主も。え、気持ち悪い。目。サイは投げられたのだ。抵抗してもどうにもならん。サイの目入道。人間界は我らが妖怪のものよ。人間と共に眠るがよい。許せないっす。負けないっす。ん？苦戦しているようですよ、アイナちゃん。あの妖怪を倒して、桜ニュータウンに平和を取り戻すのです。よーし。うん。みんな妖怪やのにこっちの味方してくれる、ありがたい。こいつらマジで気持ち悪いんやけど。超気持ち悪いんやけど。あれかな、サイコロの目によっていろんな技が違ったりとかするんかな。悪い子いねが。あとは、あ、最高潮は違う。あー、まだ全然溜まってないな。オロチがもうちょいで溜まりそう。あ、でもその前にやっつけれるか。ふふ。いけいけ。よし。あ、まだやった。まだやった。ちょ、頑張って頑張って。
はい、オッケー、勝利。とりあえず一回技出して、あとはちゅちょってやったら、やっつけれる。なぜこのわしが、イカカムネ様。さあ、アイナちゃん、桜を咲かせましょう。めっちゃ下っ端感満載な感じの消え方やったね。あれ、すぐそこになんか、釣り人がおらんかった？え？あ、びっくりした、雑魚か。食い止めてくれよんか。やるね。おやおや、向こうも頑張ってるみたいだね。この僕が手伝ってあげたんだから、失敗なんて許したりしないけど。どうしてもすごい上から。さすがっす！さ、咲いたっす。結界が復活したっすよ。桜日和ですな。アイナ、みんなでこの街を守るっす。これでここの結界は大丈夫です。急ぎましょう。うん。あ、見てたね。桜って夏にも咲くんだね。そういうことじゃないよ。まあでもそういう風にしか撮れんよね。お、見てる。花見したいなぁ。みんなのんきだね。おいおい、桜が咲いちまってるぜ。今日は作業なんかしないで花見でもしたいぜ。働いてください。桜が急に咲き出したんじゃ、ぶったまげたぞい。みんなやっぱりめっちゃ桜見よるね。近くの人以外もめっちゃ桜見よったわ。え、ってことはあと一個は何、どこにあるの？あ、あっこか。あ、もしかして今ので左半分、桜ニュータウンの左半分に桜が咲いて、次右半分ってことかな。この辺、え、違う。お、カラカラさんが。おお、本当に力が流れ込んできやがる。これなら誰にも負ける気がしね。やらせるもんですか。女の意地にかけてあんたを倒すわ。へへ、そんなヒョロヒョロの体で俺に立ち向かおうってのか。あん、確かに。アイナの平和な生活は私が守ってみせるんだから。ほらよ、心配すんな。俺たちが人間界を支配したら責任持って面倒見てやるからよ。いらない、そんな押し付けはごめんですね。ちゃちゃっとやっちゃいましょう。よーし。うん。でもさ、封印してしまったらやっぱり、あれなんやろ？ウィスパーたちも帰ってしまうってことなんやろ？どうやるんやろね。ちょっとよくわからないけども。まだこれから先も一緒に住めるのかい？ヤマタノオロチ。もうあと、誰もまだ溜まってないんよね。溜めろ溜めろ、ウシニャン溜めろ。富士見御前でもよきよ。いけ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 、富士見にゃん。ウシニャンもうちょいでいけそう。あ、いける、よし、いくぜいくぜいくぜ。ねえ、兄貴一番左のなんか休んでない？めっちゃ休んでない？鰹節切り。お、ってことはもういけるね、これ。お、待って、まだいけないで。よし、来たわ。やった、ハンバーガーゲットした。いいね、マックのハンバーガー食べたい。最近食べてないよね。よっしゃ、オッケー、イエーイ、勝利。もぐもぐバーガーやって。くそ、面倒を見てやるって言ったのに。そこ、そういうことじゃないんだな。やれやれ、人間界のことは人間に任せておけばいいんですよ。さあ、邪魔者はいなくなったわ、アイナ。早速結界を張りましょう。よし。うん。てかあれやね、シャレ子さんじゃなくてカラカラさんやのにシャレなんやね。これで咲いた？お、ケイタくんやねん。ほら。桜？さっきまで咲いてなかったのに。多分そこに座っとった男の子もびっくりしたはず。キャー、やったわ、桜が咲いたわよ、アイナ。これでここの結界は大丈夫です。急ぎましょう。あれ、おらんくなった男の子。
アイナちゃん、大きな容器が大森山へ逃げていきます。桜ニュータウンに結界を張ったことでかなり弱っているようですよ。イカカムネを妖魔界に戻すなら今しかチャンスはありません。行きますよ。追いかけましょう。ほう、あれ男の子消えたね。どこ行った？あ、なんかいいね。あれ家の前ってことやろ。家から桜が見える、めっちゃいいやん。じゃとりあえず、んっと、ここ自分の家かな。え、ここ自分家？違う、ケイタくんの家やん。自分家から大森山の方に、もしかして見てた？ええ。ん、違った。よし、ワープしてこうか。外境で。ということで、大きな容器って言ったけん、ちょっと、大森山に着いたら回復も一旦しとこうっと。はい。大森神社。よし、回復しまーす。オッケー。ふぅ、行ってきます。こっちの方向で合っとるね。オッケーオッケー。なんか、え、なに、凍ってる？え、なんかいきなり、夏から冬。え、やば。おー、行くかもね。結界が再生したか。だが、もはや私を止めることはできん。この地に流れる容器を我が物とし、私は妖魔界と人間界の頂点に立つのだ。こんな結界など、いかにも無意味だ。下めっちゃ落ち葉？何？あ、結界切った？え、何？気持ち悪。顔だけになって、顔から手が生えとる。いかあったかっか。私の真の力を見せてやろうじゃないか。鼻から出とるよ。妖魔界と人間界の頂点に立つとか、そんなこと私たちが絶対に許さない。その通りです。観念して妖魔界へお帰りなさい。ウィスパーは怖いんかと思ったら怒りで震えとる。ここにお前の居場所はにゃい。妖怪が人間などに味方をするのはいかがなものかと。いいか？私に協力すれば人間界を手にすることも可能なのだぞ。そのようなものに興味はありません。私たちは人間と共存し、生きていく道を選びます。そうにゃ。エミちゃんの暮らすこの街を脅かすわけにはいかないにゃ。エミちゃんやアイナの生活は俺っちが守るにゃ。エミちゃんはまだここに住んでるの？そうずらよ。悪いことしたらダメだずら。飼いならされ、妖怪の誇りを忘れるとはいかがなものかと。コマさん進化しませんでした？ちょっと。セミマルも進化したでしょう。もはや話すことは何もない。人間界はこの私のものとなるのだ。全世界の支配者となる私の力を、その身をもって思い知るがいい。うわぁ、もうなんか全てが気持ち悪いね。目もいっちゃってるし。なんかどこを狙ったらいいとかあるかな？鼻？鼻かな？多分狙える。おっしゃ、狙える。よし、行こう。鼻を狙っていくね。まるで鼻からうどんが出ているかのような。よし。ゴーゴーゴー。いけー、悪い子いねか。悪い子も悪い子やけんね、こいつ。あれ？鼻の。おお、取れた。取れたよ。次はどこを狙えばいい？どこ狙うとかある？目とか、何？絶対そこやん。ありがとう、そんなご丁寧に教えてくれて。よし。いけいけいけ。てか、それ何？どこの部分？口？口なの？それは。ヤマタノオロチー。口なのか？それすらもちょっとわからんけど、何あれ？のどちんこってこと？そういうことじゃなくて。よし、ちょっと他のやつら。あ、お払い、お払いしとくね。回せ回せ回せー。ゴー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 。よし、お払い完了。さあ、ちょい武士にあんで。あれ、なんか口閉じた？そんなことない？開いてる？どういう状態今？かつお節切り。あ、土地取るやん。また鼻から出とったよ。
で、出とったよ。じゃ、もう一回。はい、狙ってくる。よし、行くぜ、旅がっぱ。ガガ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 。まだ閉じんといてよ。体力全然減ってないやん、やば。やっぱ最終形態やけん。激流一戦。よし。え、お祓い、ちょっと待って。はい、お祓いします。誰君。あ、あれか、生ハゲか。どうや、いける。あ、ちょっとちょ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 、はよ、はよ、はよ。はよ。よし、来たー。オッケー。で、あとは、不死身御前がいけそう。じゃあ、早くその黒い玉出して。あ、鼻がまた。そうそうそう、そこを狙っていけ。うん。切り落としたんじゃなくて、引っ込めよ、あれ。ひもを。早く黒い玉出してくれんかな。技を出したいんですが。あれ、武士にはもしかして。ちょっとタイミング、今出すの今お祓い中なんですけど、いかがなものか。え、旅がっぱもやん。何あれ、どういう状態。待って、オロチ行くわ。オロチオロチ、頑張ってこう。あ、今もしかして狙えてないんじゃない。狙えてる。ピン刺した。刺してない気がする。ヤマタのオロチ。あれ、なんか顔色変わったね、君。ねえ、だいぶ顔色が悪いよ。え気持ち悪い。なんだかいろいろと。旅がっぱ、君ちょっと。あれ、口の位置上がった。なんか口の位置上の方になったね。さっきまでもっと下になかった。え、なんかはっきり手の形になったんか、あれが。触覚が。もうなんか中の玉も黒じゃなくて赤に変わった。あと、もうなんかお祓いしてばっかりだな。でもお祓いせんかったらあれやし。ちょっと待って、ミスったね。ミスりましたね。まだか。よし、いけた。あ、不死身御前いけるんじゃない。いかがなものか。え、ちょっと鼻いこう。この鼻毛。で鼻毛を何回か狙いよったら、あれ、口が開くってこと。口が開くというか、玉が出てくるというか。フシフシドレイン。なんか鼻狙ってもさ、あれ体力減ってないんよね。やっぱり開くためのっていうことなんかな。今日お祓いしてくね、まあ、とりあえず攻撃はね、私がやらんでもしてくれるっちゃしてくれるけんさ、私はお祓い優先でやっていこうかしら。あとは生ハゲ。回せ回せ。よくちゃんいたんじゃない。え、開いてない。喋っただけ。いかがなものか。ちょっと待って、お祓いが追いつかないんですが。あ、ちょ、はい、ここを狙ってね、みんな。そしてオロチ。オロチの技をちょっと。何、なんか雲が。イカタイフーンとかが言ってけど。ヤマタのオロチ。よし、ちゃんと開いてるね。で、ちょっと。はい、ウシニャンお祓いしとくね。ウシニャン、ウシニャン。あ、もうちょっとやん、相手の体力。よっしゃ、お祓い完了。そして。はい、旅がっぱ。かか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 
相手の。じゃあ鼻狙ってって鼻狙ってって、そして富士見御前の、はい、なんか今回早かったお祓いするできるの早かった。そろそろ回復しとく。最高潮、まあ、ちょいちょい回復しよるみたいやけど自分でも。よし、最高フィーバー。そろそろ口開くんじゃない。あれ、開けよ、もう鼻毛がないんですよ。ちょっと、もしかしてこれ、なんかお腹いったけど、でも体力減ってない。
あ、もしかしてあそこを狙ったら口が開くとかそういう感じやったんかな。ちょっとオロチの技を出そうとしたんだけど今。え、なんか口2箇所ある？どっちが口？おい、勝利。まあ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 、勝利。お、いいね。みんなレベルアップ。深い漢方ゲット。あの下のは口じゃないの？なぜこの私が、こんな結末はいかんじゃないかと。お前たちのよ、お前たちのように人間と慣れ合い、誇りを失った者たちになぜ私が。妖怪の誇りって何なんでしょうね。私はアイナちゃんの羊になれたことを誇りに思っています。俺っちだって後悔してないにゃん。まあ、誇りとか何もかも捨てたような格好をしてね、そんなこと言われましても。オラモズラ。エンマ様はよく言っていましたよ。この世に最も必要なのは支配なのではなく友情なのだと。思い知ったでしょう。これが私たちの友情パワーです。ウィスパー。う、ぐわー。消える。え、これって、どうなったん？もう、封じなくてもよくなったの？そういうことではなく？お、夏に戻ったね。セミがよく鳴いてるよ。終わったのかな？いいえ、まだ終わっていません。私たちには妖怪エレベーターを閉じるという大仕事が残っています。やっぱ閉じるん。妖怪エレベーターを閉じちゃったら、ウィスパーたちも消えちゃうんでしょ？あいつを倒したのに、なんで？イカカムネがいなくなっても、妖魔界は未だ混乱しているはずです。その混乱の影響で、悪い妖怪たちが人間界に来ようとするはずです。それを防ぐためには、妖怪エレベーターを閉じるしかないのです。そんな。あ、切ない感じの、ん？切ない中にもボヨンボヨンした音が。アイナちゃん、出会いには別れがつきもの。ここで出会った時から、私たちが別れることは決まっていたんですよ。お別れっすか、ここで。ウィス。さあ、妖怪羊ウィスパー、最後の仕事です。ウィス。ね、マオくんはもう何でもない。なんかずっと小学校におるけど。なんかことの顛末を見届けんでいいん？お、封印のお札？この封印で妖怪エレベーターが使えなくなるはずです。マジか、これでまた普通の木に戻るってこと？閉じろ、妖怪エレベーター。は、君が張るんか。私が張るんかと思ったよ。え、消えた？あ、そんなスパッと消えるわけじゃないんか、みんな。羊の役目はこれで終わりです。あ、ジバニャンたちも。私たちは元の世界に帰ります。進化したはずの子たちがみんななんか最初の携帯で。しかし可愛い、みんな可愛い。きっと、え、ジバニャン、またどこかで会えますよ。ジバクレイなのに。ジバクレイなのに、これでこの世からいなくなっちゃうのね。お別れですね。バイなら。いや、最後の一言それ。え？え、これでもう、人間界には妖怪は何も存在しないことになったのね。あ、札が貼られとる。あの、締め縄の下に。あ、妖怪ガシャもなくなってる。平和にはなったけれども寂しい。桜はまだ咲いとん。なんだ、どうした？ん？咲いてはないのか？今散ってるの？ありがとう、ウィスパー。あ、めっちゃ咲いてる、すげえ。妖怪さんたち。え、でもあれやん、ワンでこうやって封印したのにさ、ツーからまたうじゃうじゃ出てきとんやろ？どういうこと？行ってきまーす。まだ続いている。これでまたなんかこの最後のさ、またアニメの中で普通にウィスパー現れたりとかせん？普通の
ありそうじゃない？そういう展開。お。ほら、おるやん。暴露バーおってやん、今。ベベなんか次々と現れてくる。出てきすぎやろ。妖怪で溢れ返ってますけども。そんなに大量に出てこなくても。そう。ごく普通の毎日。普通ではない。何？結局、解き放たれたの？また。そういうこと？ほい、ということって、どうなんだ？ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あれさ、なんか、妖怪たちがなんで復活したのかが全然わからんねえけど、どういうことですか？誰かが封印を解いたんすか？